リーズ・ドゥラサール・リーズ・ドゥラサールはフランスのピアニスト。リーズ・ドゥラサールは1988年5月8日にシェルブールに生まれた。4歳でパリのセルゲイラ・フマニノフ音楽院に学び、8歳でパリ音楽院に入学、12歳でプルミエプリで卒業する。9歳で行われた初リサイタルはラジオフランスで放送された。2001年の 第7回エイトリンゲン国際ピアノコンクールに出場して第1位となり、合わせてベーレンライター賞を受賞する。1998年から2006年までパリ音楽院の大学院課程でパスカル・ネミロフスキや、ブルーノ・リウッドに学んだほか、ジュヌビエーブ・ジョアから助言を受けている。2001年から国際的な演奏活動を開始し、ベルリンのコンチェルトハウス、ハリウッド・ボール、 東京芸術劇場、ウィグモア、ホール、メトロポリタン美術館、アムステルダムコンセルトヘボー、シャンゼリゼ劇場などで演奏を行っている。ジェームズ・コンロン、ファビオ・ルイジ、フィリップ・ヘルベフヘといった指揮者と継続的に共演を行っているほか、チャールズ・マッケラス、マレック・ヤノフスキ、セミヨン・ビシュコフ、ローレンス・フォスターなどと共演している。ドゥラ・サールは2012年のインタビューで、 最もお気に入りの作曲家は、バッハ、モーツァルト、ベートーベンの三人であり、それに付け加えて、ビバルディも好きだと述べている。ありがとうございます。